千万寺千万寺の十本杉は、静岡県島田市千葉の千葉山山中に散在する杉の巨木十本の総称である。千葉山の山中にある千万寺の解散や再建などの際に植栽されたものとの言い伝えがあり、推定の樹齢は1200年、850年以上と言われる。1962年に十本一括で国の天然記念物に指定されたが、指定後に、 海山杉と小持杉の二本が故死している。2012年9月、残る八本のうち、頼朝杉の倒木が報道された。名称に関されている千万寺は、島田市街地の北方約7キロメートルに位置する千葉山の山中、標高約350メートルのところにある天台州の寺院で、三号を千葉山という。事伝によれば、 奈良時代の宝棄2年に下谷国の高里氏がこの地に草案を結んだのが始まりとされる。高里氏は元人の法存にあたる人物で、平安時代以降のこの寺院は修験道の霊場である山岳寺院として栄えた。源頼朝をはじめ今川氏、徳川氏など有力な武将の信仰が厚い寺院であり、源頼朝は下宇佐国の豪族。 千葉常種に命じて本堂を再建した。寺所蔵の文書によれば、徳川家康は天正十三年、千万寺の寺領を安堵している。現存する本堂は、胸札の記載により、天正十七年の混流であることが判明し、1966年に国の重要文化財に指定されている。千葉山の山中には、10本の大きな杉の木が点在していた。 十本の木にはそれぞれ名称が付けられ、総称して十本杉と呼ばれていた。十本の名称は次の通りである。樹齢について、解散杉は、千万寺を解散した、甲佐が七が771年に手植えしたものとの伝承があり、およそ1200年とされていた。他の九本は、源の頼朝の命によって、下佐国の豪族、千葉恒種が、 不審奉行となって本堂を再建した時に植えられたと伝えられ、850年以上の樹齢と推定されている。頼朝杉と常種杉は、それぞれ源頼朝と千葉常種の手植えと言われる。太さが最大だったのは海山杉で、目通り間位11メートル、樹高は36メートルを測った。樹高が最大なのは一本杉で45メートルあった。 その他の杉も、樹高が25メートルから40メートル、範囲は8メートルから10メートルあり、いずれも巨木揃いである。明治時代、十本杉は伐採の危機に直面した。それは、安倍側の加境要材としてこの杉を使おうという計画が持ち上がったためであった。当時の地万寺の住職は、この計画に猛反対し、加境系それぞれの杉は、 芝山の山中に点在しているため、すべての杉を見て回るには往復で3時間程度を要する。十本杉は1962年6月29日に、いずれも大木として優れているばかりでなく、この種杉の巨樹群として、類例の稀なものである。として、国の天然記念物に指定された。ただし、奥の院にあった、海山杉と小餅杉の2本はすでに故死し,している。 小持杉は業者に引き渡されたが、山中の不便なところに生育していた海山杉はそのままにされ、根元部分の実が残っているという。2012年9月2日の朝、頼朝杉が根元から接損した。頼朝杉は、千慢寺の薬師堂西側に生育し、境内から眺めることが唯一可能な杉であった。直接の原因は豪雨の影響によるものであったが、 20年ほど前から根元部分から空洞化が進行し、衰弱が見受けられたという。数年前から大枝を伐採して、木のバランスを取るなど、倒れないための対策を講じていたものの、自長に耐えかねて根元部分から折れ、南側の急斜面の沢に倒木した。倒木後の、頼朝杉は、推定総重量が50トンにも達し、大阪の業者によって切り出し作業が行われた。 四万寺の住職は、倒木の一部で仏像を掘るなどして、頼朝杉を残したいと発願し、友人である、宇治平等院の住職に相談した。その結果、京都の仏師、蛭ス氏へが推薦され、弥勒菩薩座像の制作が決定した。エリは、弥勒菩薩座像の制作に際して、杉は目が荒く彫刻に向かないが、樹齢が長いものは、目がつまりのみが入れやすい。 精神性と生命感が宿る仏像を完成させたいと語り、千万寺の住職も、弥勒菩薩は未来を表すので頼朝杉が、ふっつの姿に変えて、未来を守ってもらいたいと語っている。座像の制作は2013年初頭に始まり、約2年半かけて制作されるという。静岡県灰原郡川根本町にも、同じく、千葉山千万寺という名の寺院がある。こちらは、 平安時代の創建と伝えられ、相当州の寺院である。人間の目の高さ付近で測った樹木の幹回りの寸法を指す。ありがとうございます。